マジかこれ。なんか絶対違うけど、ほい、どっちだ。合ってんのかこれ。超絶ゴリ押し企画。あー、これじゃない。しかもこれじゃないのか。あー、飛び抜けちゃった。こういうのいけないんじゃないんですか。今のはもう一番悪いことした気がする。こっちか。張ってなさそう。いや、戻ってきてるくせー。戻ってきてるくせーぞ、これ。あれ欲しいな。あれが欲しい。あれがどうやってもらえるんだ。ちょっと後付け。チャンスはまだある。違うな、間違った。いや、あれ生き方わかんねえな。でもあれが正解だと思うんだよね。あれが多分ここのボスの鍵だと思う。あ、これだ。はい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 。わかったわかったわかった。完全に見つけたな、今。よし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 。正解見つけた。いける。もう正解見つけちまえばこっちのもんだから。まず、こう。そして、こう。そして、こう、あ、ちょっと待って待って。分かってる分かってる。押して、上行って、十字の右。来た。来ました。やばい。やばいっす。やばいっす。やばすぎ。これはやばすぎ。今度こそ行かなきゃいけないんだよね。いやー、俺はこのステージで俺という存在の存在意義を確かめられてる気がする。やっちまったー。完全にやっちまった今。下だ。来た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 。よっしゃー、ボケー。これはね、薬を持とう。さすがに。そして6速でいく。炎の、おお、なるほど、ぐるぐる回転系ね。俺を舐めすぎじゃないか少し。このフォールガイズやりまくってるからな。フォール、いった、あっつ。フォールガイズではお前、こんなん日常茶飯事だぞ。
危ねえ。いや、もういけいけいけ、こんなやつ気にすんな、マジ。こんなやつ、こんなやつに俺がビビる方が間違いだ。いや、ずるくね、その端で、端ファイヤーマジ最悪なんだけど、こいつやってることがもうカス畜生だ、こいつは。いける、大丈夫、落ち着いて、落ち着いてる、落ち着いてる。なんでお前、あー、やりはった。強い、強い攻撃しかしなかった。いえあぶねー、薬一個使っちゃったよ。いや、これはね、かなり無茶した。この炎を消さないでここまで来てよかったんだろうか。いや、これ一回、よし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 、よかった。あー、しんどかった。オッケーオッケーオッケー。鍵もあるよね。もう一回取りに行かなくていいよね。正直もうどうやって取りに行ったか覚えてないもん。よしよしよし。いや、ここも出よう。やってられるか。どこ、これ、え、どこ、これ、ちょっと待ってよ。いやいやいや、バカが作ったんか、これゲーム。全然違うんだけど、俺が目ざ、お、ちょ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 、ここじゃないよ、出口。おい、なんだこれ。さて、戻ってきました。残すはここ。炎ときたから、ここが雷か。雷の、陣がいるに違いない。違いないっていう感じ。確証がない。薬草を大量に買い込んできたから。ほいや。あれ？雷じゃないんだ。砂？え、なんだこいつ、マジで。本当になんだこれ。あー、雷だー。やばい、こいつは。立ち止まると、わあ、潜る、潜るの。雷って潜るの。ちょっと俺、何言ってるかわかんないかもしれないけど、雷って潜らないだろ。土と雷ってこう、なんか相対するものじゃないの、これ。いや、強いなぁ、ずいぶん。ちょっと一番、なんか武骨で強いんだけど、こいつが。なるほど、この、潜ってるというか、この、土ぼこりにダメージがあるな。オッケーオッケー。いや、強い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 。大丈夫、落ち着いて。6速でいくぞ。俺は6速でいくぜ。バリバリバリーからいって。いやー、バリバリバリーからの。よし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 。よーし。よーし。やばい。命の火が消える。いや、こいつなんか、でも判定おかしい。判定がおかしい。なんか変なところに判定がある。うー、すごいところ出てきた。バリ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 からの、ピョーンから、わー。いや、やったぜ。意味不明。倒した。よーし、これで、雷の、なんかよくわからないやつも倒したぞ。強かった。かなり強かった。よし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 。これでついに、4つの陣を解放したというか、逮捕しました。現行犯で。残すは、キャラクター忘れちゃったわ。パゾートよ。ラスボスパゾート。倒そう。いや、長かったなぁ、シャイニングウィズダムも。すげぇ大変だったわ。大丈夫か？用事の頃はパスを取ってきてる。巨人の守りさえ邪魔されなければ奴を倒すクリックのチャンス。こんな時に動けないなんて。お前ずっとうつ伏せだけど大丈夫か？任せろ。
翼は常にどんな世界も救ってきた。この世界も救う。翼を信じろ。パワーが。お前か翼。巨人のパワーバトナー。そうだ。俺がスーパー翼だ。ごめん、飛ばしちゃった。まだ間に合わずだ。ジンのオーブを返してもらおうか。お前落ちますように、巨人を復活する。バカ言うでね。うおー、いきなり、ちょっと。うおー、バケバカ。いける。ダメ。何今俺ダメージ食らったか。いや、食らってね。よく見ろ。食らってね。よーし、いいぞ。なんかよくわからねえ、ダッシュ。おもちゃ見て、ちょっと、こんなところで命の火を費やすの、もったいないぞ。まずはこの、よくわからん、ダッシュの後の、よくわからんビームは、相手の背中で避ける。背中がガラ空きなんだよ、パズオと。背中を守る訓練はしてきてないみたいだ。それが、翼とお前の大きな違いだ。翼は常に、たくさんの敵に囲まれて戦ってきた。だから、常に翼は背中にも目がある。背中を取られてるとしても強い。それがパズオと、俺と翼。いや、違うわ。翼とパズオとの違いだ。かかってこいよ、どっからでも。翼は常に、五足の上、六匹だ。翼はな、この五足じゃないんだぞ、もう。六足の段階にいる。お前の未知への世界。お前が常に遊びほうけてきた、その時間に、翼は一切遊ばなかった。ここまで。遊ばずに常に走り込みをしてきた。だからこの4秒の世界ではない。4秒1、4秒1から4秒、コンマ1秒、コンマ1秒縮めるのに、翼は何年もかかってきた。あぶね、殺されるぞ。お前が、翼を捉えることはもうできない。音速の世界に来た。これが翼。翼の走りを見よ。負けるな、翼。大丈夫だ。俺はお前を信じるぞ。いいぞ。いける。回避しろ。しっかり回避。さらに、背中からの一撃。完璧。六足を使いこなしてる。翼が今まで遊ばなかった。ほんと正月しか休まなかった翼のこれが、実力。私の負けだよ、翼。お出願の勇者の息子という肩書きは立てじゃなかった。ということだ。もうすぐ私は魔界に行くだろう。親友のオッドアイと同じように。オッドアイはシャイニーフォース2に出てきた、盲目の選手ですね。オッドアイ。一応ここで関係性がね、少しわかるという。シャイニーフォースフリークの人からすると少し嬉しいセリフ。一人ではない。翼、お前も一緒に。お前も道連れだぞ、ぬわー。手首の下を描け。パズオドの断末魔。エルフは何を思う。翼が勝ったのか。あの恐ろしいパズオド。私も負けてる翼。お出願の勇者の息子という方。あ、このセリフが聞こえてたってことだ、ここで。やっぱり勝ったんだ。もうすぐ私は魔界に行くだろう、ずっと会えた。あの戦いにパズオが行った。パルメキア戦争の結果は逆だった。天が我々に味方したんだ。大変だ、翼が持ってかれるぞ。お前の出番じゃないか。何、翼、翼いるか、この演出。で、またうつ伏せ。好きだな、お前うつ伏せ。翼は一体。そんな。バカだ。沼に突き立てた大地。突き出てた大地。根こそぎなくなっちまった。いや、お前がいるとこは根元だけどな。まさか、パズオドの力で。翼ー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 、これ2回繰り返すのこのゲームぐらいじゃないか。3回目。もう読まんぞ。返事がないの。翼はパズオドを倒したのに、なおに死んでしまったのか。また言ってる。返事をしてくれ。私はどうしたらいいんだ。こんなことってあるか。こんなのって、あんまりじゃないか。もうエヴァには乗りたくないよ。あんなに頑張った翼が、最後の土壇場で死ぬなんて。
あんなに若くて素晴らしい青年が。できるなら私が変わりたい。でも無理なんだ。できないんだ。だから帰るよ、翼。一人語りがすごい。こいつちょっと異常じゃないか。サイコパスじゃない。誰もいないのに。誰もいないのをいいことにって感じだな。自分が主人公だと思ってる。二歩歩いては首を振り、三歩歩いては振り返る。なんじゃこいつ。カズン。さっきから見ていましたが、随分力を落とされて、まさか巨人が復活した。いや、ジンは封じられました。これで巨人も復活しますまい。なんですって？本当ですか？それではオデガンは、オデガンに平和が戻ったのですね。カズン殿ありがとうございます。早速みんなに知らせなきゃ。いや、他にも、もう行ってしまう。絶対呼び止めれてよ。翼ーの勢いあれば。お前、自分の手柄だけにしたろ。こいつやばいやつの可能性出てきてるよ、かなり。カズンと聞きましたよ。巨人の復活を食い止めたそうで、やってくれましたな、わはは。やったは私ではなく、巨人は封です。翼の名前を出せよ。オデガンが平和になったのです。なんだこれ。翼殿もカズン殿にはかなわなかった。まあ、あいつにもいい薬ですな。いや、どうかな。おー、なんて、チープな。あ、あれ起きなさいな、翼。本当にありがとう、翼。おかげでオデガンは救われた。あなた一人でパズオドー一味を倒し、巨人の復活を食い止めるなんて、本当に頑張り屋さんでしたね。何を思う、翼。ちなみに主人公が赤い髪の時はいつも佐々木だったんだけど、今回なんかキャラクター右上はこうなんて言うんだろう、金髪だから翼くんにしたけど、あえてなんかポリゴンで見ると佐々木だよな。ササツバといったところか。ここでオデガン、パズオとの戦いを思い出して、あなたはパズオとの勇敢に戦い、そしてあいつに勝ったわよね。うん。でも、卑怯なパズオとは最後の力であなたを導いて、残念ながらあなたは死にかけている。ってことはまだ死んでない。おー、一歩たじろいた。一方、その頃。いいって、これ。ちょっと、翼は失敗続きですから、ちょっと心配だったんですが。いや、本当にありがとう。天国の翼も喜びましょう。それじゃああいつが、ちょっと待ってくださいよ。天国って、それじゃああいつ、ついにやっと翼の名前を言い始めた。罪悪感が勝ったか。一人の手柄にするには少し重すぎたか。長い。ここは王様までスキップでよかったんじゃないか。今じゃないだろ。こいつらも空気が読めないな、だいぶ。ああ。け、なんだエヴァリアンって。だからエヴァ嫌いなんだ。まあ、ここは我慢ってことよ。どうせあいつは使っちまったんだ。翼も散ったんだしさ。翼も散ったんだしさ。なんかもう、絶対打足、ここ。いらんわ、ほんとに。絶対いらなかったわ。翼そっから帰ってくるかもしんないだろう。椅子寄せとけ、バカが。なんでこいつら。
カズン、ただいま戻りました。ご苦労でありました。では、早速ですが、守備についてお聞かせいただこう。四つの陣を再び封印することで、巨人の復活を食い止める使命は、成功いたしました。成功いたしましたか。さらにパゾーども倒しました。なんとパゾーも倒したか。こりゃめでたいめでたい。やったね、カズン。あなた大手柄じゃない。私見直しちゃった。カズンさん。私は翼様の子。あ、いえ、それは。違うんだよ、さ。違うんだ。翼なんだよ、みんな。翼がやってくれたんだ。カズン。そういえば翼、あいつはどうしたんですか？そうだった。翼は生きてしまったな。オデガンが救われた喜びで翼を忘れておった。ひどいな、みんな。翼様がやったのですか？ジンの封印もパゾード。オデガンが国が滅びなければ、それに立ち向かった者のことはどうだっていいんですか、王様。さて、ラオジョ。あなたの言葉で翼も報われるでしょう。きっと安らかに。そんな、どうして？なぜ泣くのです？まさか、翼様が、死んだのですか？翼は立派でした。パゾードまでも倒して、私は悔しくてたまらん。国の無事を喜ぶ前に、戦いに出かけた者を案ずる人が、さてら王女一人だ。じいさんばあさんもいるよ。私はそうなのかもしれん。あれほど国民のためと思いながら翼を考えないと。それは確かに。でもこんな時に誰が考えられましょうか。翼が命をかけてお手紙を救ってくれましたか。なおにこの私は。カイパと、あなたも。お手紙は冷たい国だ。私はこんなところはたくさんだ。帰ろうさ、グランシール。懐かしいボーイや。ボーイっていうのが翼くんです。これややこしいんだけど、ボーイっていうのが本物の翼くんです。もうその辺でよかろう、カズよ。許してあげなさい。あなたの気持ちもわかるが、それほど悲観したものでもないかもしれませんぞ、カズン殿。この声は。ここは天国じゃない。どこなんだい。大変だ、天国から迎えが来たわ。天国側から？まずいじゃん。やだやだやだ、やだやだやだっつって。そりゃそうでしょうと思う。誰だって死にたくないわ。だけど運命なの。運命なら仕方ないかーって顔するね。受け入れてるわ。一度定まった運命はどうにもならない。抗ってたのか今。翼は死なせたくない。あなたは本当によくやってくれたの。そんな人を死なせたくないわ。あなたはまだ死んでいないから、私たち精霊が命を吹き込める。それは禁じられてるけど。お眠りなさいって言ってた。気がついた時、あなたはオデガンに戻ってる。え？命を吹き込んでくれてんのもしかして。翼お前横向いて、歩いてる？寝たまま歩いてないか、翼さん。精霊は自然の運命に関わっていけない暇に。あなたの助けは罰せられます。遠い、どっかの迷宮に封じられ、二度と会えないでしょう。それでもいいのです。その誠実な心をいつまでもなくさない。さようなら、翼。さようなら。精霊が、毎回俺の名前を聞いてくれる精霊が、命を落として俺を守ってくれた。また翼が生きてるということですか。どう説明したらよいかの、先人が先ほど私に語られたことを説明されるの。仙人ね。あれは陣の気が消えてしばらくしてすごい魔法の力と力がぶつかり合っているとおっしゃった。きっと翼とパズルを戦って魔法をぶつけ合っているところ。まあ俺は剣を振りましたけどな。わしは波の戦いないと感じて翼に力を貸そうと。他人の精を誘いに行った。なんか、話長くない？武道に着いた時に大きな生命の火が消えた。それが翼だろうな。わしらの出番はなかったと言って、他人の精霊と話して、その時、もう一つの生命が消えそうに、あ、一つの命がパゾートで、もう一つのが翼が。うん。ん？なんかおかしいけどな。そうなる前に手を貸せるが、運命の尽きたものに手を貸せない。これは自然界の掟。みんなそんなこと言ってんな。
その掟はどんな精霊であろうと破ってはならないんです。パルメキア戦争の後に死にました。へぇー。へぇー。恐ろしい罰が待っている。ところが、グドーの精霊は言った。翼のところへ行きよって言った。精霊が助けてくれるかもしれない。ただその精霊は封印されるけどねっていうね。なんか、あれよね、長いよね。もっとなんか、ちゃんちゃんで良かった気がするけど。おぉ、今見た。見た、今。ど真ん中。ほら。精霊は掟を破られたと思います。それに抵抗がある。しかし、あまり期待せぬ方がいいです。ほら。その目の前の翼は皆さんには見えないんです。なんと翼みんな見ろ。真ん中を見るんだ、みんな。翼翼翼あなたのね、翼。カズンにサラ。ホビットの長老に千人。みんなが翼を黙認した。帰ってきたー。翼さん。翼。その時、シャイニングソードがサテラを貫く。シャイニングウィズダムスタッフ。やったぜー。長かったー。長い戦いだったよ。安広田口、秋子佐藤、武志野原。野原武志。やったぜ。ということで、シャイニングウィズダム、実況、ここまでやってまいりましたけども、いかがだったでしょうか。シャイニングウィズダムはね、シャイニングフォースシリーズの中でも、かなり特徴と、特異的な存在ですね。シャイニングフォースとの関わりを、こう、なんていうの、つながりを見せつつも、まあ、ゲームシステムもそうですけど、まあ、完全に、まあ、特化してるというか、アクション RPG ですね。で、さらにね、セガサターンのもう超初期のゲームで、だから結構、セガサターン買って一番最初の RPG っていうことで、シャイニングウィズダム買った人たち多いんじゃないかな。まあ、僕もその口でした。はい。僕が一番最初にセガサターンでやったアクション RPG が、シャイニングウィズダムだった。ですね。まあ皆さんの記憶、思い出、なんかちょっとね、思い出振り返りながら見ていただければ嬉しかったんですけども、まあそのプレイに与えてきたかどうか。何癖つけてばっかりだった。みんなからしたらね、俺の思い出を汚すなって、そういう人も多かったかもしれないですけど。まあなんとか無事クリアすることができました。まあ最後はエンディングを見ながらお別れしましょう。最後にね、ちょっとした特典もありますんで、まあそこまでぜひ見ていただければなと思います。それではまた、別のゲームでお会いしましょう。ありがとうございました。
アイテムコレクション 87%、トータルプリング10時間。ということで、こちらね、あの、アイテムコレクションっていうのがあるんだけど、このワールドに転がってるアイテムをどれだけ集めることができたかっていうものなんですよ。で、これがね、100% だと、ちょっと特殊なエンディングになるんです。一応そちらも載せておきますので、どうぞご覧ください。ということで、シャイニングウィズダム、長い間、お疲れ様でした。こうしてお手監獄の危機は翼様の大活躍によってギリギリのところで救われた。エルフ様のカズン、そしてサラ、翼、無事を確認しグランシュへ旅立つ。私の幸せな日々は長くは続きませんでした。翼様は旅立ったのです。精霊を救うために。全く当てもないというの。でもあの翼様のことです。きっと精霊の名義を見つけ出したい目的は果たして戻ってきますわ。ぜご視聴ありがとうございました。